はいどうも、マサゴサリオの大将です。今日は久しぶりに料理、料理ってことじゃないですけど、また飯作ろうかと思います。今日はね、チリコンカンよく適当に作るやつがあるんですけど、多分世の中でいうチリコンカンっていう料理に似てるんだろうなと思います。その名前を語っていいんだか分かんないですけど、まあ豚肉のね、骨付き豚肉、今日は軟骨ですけどね、骨付きの肉、これをぶった切って、トマトと、豆は大豆の水煮を使いますけど、それと一緒にコトコト煮るっていうやつですね。これ結構美味しいんですよ。カレーと一緒でね、これ作るときは結構たっぷりめに作ります。で、2、3日ずっとこう使いますから。で、煮込むとだんだんこう味も変わってきて、まあ、なんか最後ね、カレー粉なんか入れてカレーにするのもいいし、なんだろう、残り少なくなったらこう出汁入れてスープみたいにして飲んでもええしみたいなね、いろいろこう使い勝手がいいんですよ。だから作り置きするのもなかなか、いいんじゃないかなと思いまして、ちょっと、ね、量多いかもしれないけど、やってみましょう。皆さんは真似するときは必要な 分の量でやってくださいね。僕はドカーンと作っちゃうんで、はい、では早速いってみましょう。はい、材料の説明です。ですね、まずこの豆ね、これ大豆の水煮です。今日これで 500g ぐらいあります。めちゃめちゃたっぷりあります。トマト缶ね、トマト缶、このホールでもいいし、このダイスにこのぶつ切りになってるやつでもいいです。肉ガーンとあります。これは豚の軟骨が入ってる自分です。で、あとニンニクです。ニンニクもちょっとゴロゴロ入れてますけど、これはもう好みで、くっさいのが嫌な人は入れなくてもいいです。こういったもう軟骨もほらこういうとこありますけど、もう骨ごとぶつ切りでいきましょう。ぶつぶついきましょう。ニンニクをまず、肉はちなみにね、これね、もうこんだけで美味しそうですけどね、ちょっと塩、下味つけるようにね、塩でキュッとしてみます。でも、豆も入れてきますね。一回塩をつけてみます。この場合、酒を足して、もうちょいですね。はい、だいぶグラグラってなってきましたね。こんな感じです。これぐらい弱いかな。そうすると表面がこんな感じでしょうか。ちょっとね、周りがね、コトコトってなるぐらい。これで小1時間で、まずは45分様子を見ましょう。はい、はい、ホットの人はここに入れますね。よいしょ。この状態、これで小1時間様子を見ます。はい、これで、大体1時間半ですね。1時間半どうですか。もうだいぶ柔らかいです。もうこれで食べれるっちゃ食べれます。
でもこっからずっと煮込んでくるとこれがトロトロになる。なるほど、 OK。 はい、これでだいたい2時間120分、150分ぐらいかな。はい、開けますよ。もうこれでね、4時間ぐらいですわ。4時間ぐらいですか。これで4時間ぐらいです。さあ試食です。試食、これ鍋ごといくか。こんな感じどうすか。もう肉ももうホロホロっすよ。ホロホロで、この状態のものをちょっと試食してみます。ちょっと肉2切れぐらいと、そうですかね、まあ、こんなね、このあのどこや、ここか、あのなんつうの、この軟骨ね、軟骨あるんですよ。見えるかな、軟骨。はい、このこれも食えます。うん、うまい。あの味付けはよく、あの味は整えるとかね、よく書いてあるじゃないですか。でも本当に整えるってことなんですよ。醤油とか塩とか自分の思ったやつでもね、ちょっとずつ入れて調節していくんですよ。これも何日もかけて食べますから、もう最後これにもカレー粉ぶち込めば、ね、もうものすごい美味しいカレーになります。このままで、チリコンカンですよね。もうこれめちゃくちゃです。ご飯にかけてもいいし、パンと一緒に食ってもいいし、パスタソースでも全然いいんじゃないですかね。もうだから、何時間か煮込むからその手間はかかりますけど、最初言ってみたいな、シャトルシェフみたいなもんね、ああいうの使えばもうあとほったらかしですわ。ほんとね、この軟骨がもうきれいに溶けるんですよ。すじ肉みたいになって、いくんですよね、トロンと。うん、めっちゃうまい。なんか久しぶりにご飯作る動画撮ったから、なんか容量がちょっとよく分かんなかったですよ。でもまあ、まかないって言いながらね、これね4時間待たされちゃったからめっちゃ早いです。ほう、まあ、皆さんはこれにご飯と合わせるなり、パスタに合わせるなり、いろいろ工夫してみてください。ではまた。